こんばんは、YT ゲームへようこそ。今回は北方の弱小君主である、高尊さんの序盤攻略です。高尊さんといえば、演技では劉備の兄貴分で頼りがいがある人物です。しかし、正史では猜疑心の強い、人の成功を妬むような人物像です。どちらにも共通するのは、炎症によって滅ぼされるという点ですね。そんな高尊さんが登場するシナリオは、黄巾の乱、落葉炎上、早々台頭と序盤の3つのシナリオです。いつの時代も弱小なため、上級プレイヤーに愛されている君主ですね。初心者でもコツさえつかめば十分クリアできるので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまずシナリオ黄巾の乱から始めます。黄巾の乱の勢力図です。この時代は他の2つに比べて割と簡単です。その理由は脅威となる勢力が近くにいないからです。この時代は張角と家臣の2大勢力が激突します。そのため北平にいる高尊さんは序盤に攻められることはほとんどありません。仮に攻め込まれるとしても他の弱小たちが真っ先に狙われます。そのうちに張角は寿命で没し、黄巾族は徐々に衰退していくでしょう。それ以外の脅威とすればお隣さんです。劉燕が大剣にいますが、序盤は兵力が同程度です。早めに同盟を結んでおけば、心強い味方になってくれます。それに劉燕配下には劉備たちがいるので、最初から喧嘩を吹っかけても、勝てません。うまく利用し、いずれ吸収してやりましょう。それでは高尊さんは序盤に何をするのか。それは内政と人材集めです。このシナリオが一番簡単な理由は、他のシナリオに比べて人材集めが楽だからです。後の炎症配下になる伝法や放棄などが在野でうろうろしています。彼らを配下にできれば政治力の穴がなくなり、人事内政が格段にスピードアップします。そして兵物資が整ったら、劉燕より先に南皮を制圧することです。この大都市を制圧できれば、兵士をさらに蓄えて劉燕を吸収し、大勢力となった家臣や孫権とも渡り合うことができるでしょう。それでは実際のプレイをご覧ください。今回は運が悪く、在野がいませんね。ただ、やり直すほどの問題でもないので、続けていきます。まずは物資不足を補うため、内政です。早速、戦争が始まってますね。ここからダイジェストでお送りします。張角はまだ健在ですが、家臣に対抗するため手薄になっています。敵に文集がいますが、一部隊ならそこまで苦戦はしません。5日間で攻め落とす。あとは城を奪って終わりだ。さて、処遇ですね。
やったぜ。南畝を制圧し、当初の目標を達成、そして待望の武将が加入します。どちらも公孫三軍には必須の人材です。しかし、喜んでばかりはいられません。気がつけば、劉燕軍が脅威の存在になっています。今回は同盟を結んでいないので、家臣と官家を交えてほしいところです。南畝の民中上げ押し、内政、軍事も順調に進みますが、肝心の人材補充が進まず、柴木先生も去っていきました。南畝を制圧して1年後の、188年6月から再開します。兵士はなんとか揃いました。劉燕め、ついに来たか。北兵の守備は基本的に、一番右の城で待機が定石です。奉仕の陣が多ければ、森に潜んで、伏兵を狙うのもありです。元毛一人では荷が重い、内政で城の防御値が高くなり、助かっています。待っていました。援軍の強みは敵の移動後に、有利な場所に配置できることです。なので武用陣に突っ込むと、手痛いしっぺ返しを受けます。城の防衛は大丈夫そうなので、公孫越に兵糧庫を強襲させます。やっぱり奴では荷が重かった。とりあえず先鋒部隊を殲滅させます。さすがに一部隊では攻め落とせないだろう。よし、回り込んで絡め取ってやる。ようやく自分の軍がどうなっているか気づいたか。勝てると思っていたのだろう。その慢心が戦いでは命取りだ。とはこの直後に顔料が引き抜かれました。残りの武将はなんとか忠誠上げが間に合い、かなり陣容強化が進みます。南畝での歩兵効果は高く、北兵の数倍の速さで軍備が整います。189年2月には劉燕を圧倒するほどになり、189年2月反撃開始。陥落。劉燕軍から素晴らしい人材が加わります。
金東洋が理想ですが、そうはいきません。龍炎の東洋率の低さは異常です。ようやく龍炎を吸収できましたが、すでに2強との差は歴然です。そして命令回数の少なさが人材流出に拍車をかけます。189年4月から再開します。このタイミングで攻めてきたか。しかしあの頃とは違う陣容に驚くことでしょう。これが序盤の山場です。援軍が来るまではあまり突っ込まないようにします。敵の本体の到着までに時間があるようなので、先方の2部隊はやっつけてやります。お粗末な進軍の仕方ですね。おかげで簡単に倒せそうです。幸先が良いですね。こちらの主力の到着です。山岳陣形が多いので機動力も活かせますね。さすが武力お化けは強いですね。長領を少し警戒しながら敵を倒していきます。もしかすると妖術を覚えてる可能性があるので注意が必要です。黄金族はこれが厄介ですよね。さあ、撃ってこい。あれ、なぜ撃たない。後で気がついたのですが、現時点で長領は妖術を習得していません。これで完全に兵力が逆転です。残った武将も大したことないので、これで勝利ですね。
大勝利で終えることができました。人材もかなり補充できましたね。序盤攻略はここまでです。開始から5年が経過しました。最初に難費を落とし、龍炎を平凡したところで終わりにしようと思ったのですが、ありがたいことに聴覚が攻めてきました。おかげで高尊三軍も十分な強さになりました。兵力差はまだまだありますが、聴覚を倒す目処は立つでしょう。シナリオ黄金の乱、高尊さんの攻略ポイントのまとめです。難費を龍炎より先に奪う。龍炎をタイミングを見て倒す。龍炎軍で強いのは義兄弟三人衆だけなので、高尊三軍でも立ち回り次第で十分勝てます。国兵にこもっていても、龍炎軍との兵力差を埋めることはできません。それに聴覚が全ての弱小を倒すと、間違いなく攻撃を仕掛けてきます。なので、難費を落とす必要があります。ただし、たまに黄金族の反撃が早い場合があるので、撤退も視野に入れて、臨機応変に立ち回りましょう。